喜山亭からお知らせです。一世尾形さんが9月に日田にやってきます。なんと九州では日田だけの公演になります。一世さんからのメッセージが届いています。ご覧ください。日本一暑い町大分県日田市に一世尾形さんがやってきます。はい、日田の皆さんこんにちは。お久しぶりです。前に訪れたことがあるんですよ、一人芝居で。はい、まあその時からずっと普通の人々を演じてるんですけれどもですね、60歳を過ぎてなんと夏目漱石さんに、再会と言ったらおこがましいんですかね、読み直ししましてですね、主人公以外に脇役ってのがいっぱいいるんですけれども、目を凝らしてみたらこれがなんと普通の人々、もちろん模写は少ないんですが、もう普通の人々には目がないですからね、深読みしましてですね、ネタをこさえました。まあ言ってみれば大げさに言えばですよ、一世尾形による夏目漱石カバーでございます。それを下の皆さんに持ってまいります。さあ夏目さんが出たら次は何かっていうのがもうここまで来ておりましてですね、考えたら小説っていうのはやっぱりこうボルテージ高いですから、そこに出てくる人々っていうのはもうそれだけで作品ですからね、いっぱいいっぱいこれから自分のやる仕事が増えたなと、第二の人生ここにありという感じで下に訪れます。見に来てね。文豪夏目漱石、一世尾形の新しい世界、お楽しみください。お問い合わせ、お申し込みは0973-25-5000、パトリア日田までお待ちしてます。いかがですか。またとない機会です。ぜひご来場ください。また喜山亭では館内にワンコインバーを開設しております。お好みの飲み物を選んで足湯に浸かって素晴らしい夕日を眺めながらおくつろぎください。